成は窮地を脱した。だがこれを機に家康は天下取りに動く。三成は直江兼続と呼応して家康打倒の兵を挙げ、雪村もこれに従った。両軍は関ヶ原に激突、軍配は家康に上がった。三成は軽視、兼続ら上杉家も家康に屈し、雪村も追放され牢牢の身となった。天下人となった家康は心中を拒む豊臣家を潰しにかかる。雪村は再び家康に立ち向かうべく槍を取る。圧倒的劣勢の中、家康に挑む雪村の顔には一つの覚悟は滲んでいた。くの一もまた覚悟を迫られていた。私決めた。後悔なんかしたくないし。第5話、大阪の陣。みんな、私が守る。幸せだ。離れないでね。
ダメだ。一途な瞳に抜かれて本気が出せないぜ。はいはい、負け惜しみはありませんから。
上の土となるのか。あんたも敵？雪村様の友達って白状者ばっか。友として私が雪村の信念を見届けに来たのだ。
前の岩のように変わる信念は好きだ。枯れ継ぐ殿、行くぞ。来たか。総力をもって大阪城を押し潰せ。開門。はい。守りを固めろ。もはや大阪城の名声は今もののくも真田の戦を天下に示すまで家康公の首我が槍でもらい受ける。ダメだよ、死んじゃダメ。雪村様、雪村め、死ぬ気で突撃するつもりか。させん。カリロン、守りを引くよ。誰にも雪村様を引かせない。雪村様を死なせませんか。分かってくれ。私は分かりません。私が守ります。全部進め。
冴えているようだな。そなたには本当に感謝している。これまでもこの先もこうして前に進める。ずっとね。